ゴルフネット TV をご覧の皆さんこんにちはプロゴルファーの柏原飛鳥です、えー、今日はアイアンのレッスンをしていきます、えー、最後まで見てくださいよろしくお願いします まず一番大切なこと、えー、多分スイングということなんで、うん、どうううででしょうグリップそうですね、うん、スイングというよりもその前にまず基本的なことから私はいつもあのプラアマでご一緒した方々とかには、えー、まあレッスンというかしてるんですけど、はいはい、一番大切にしてるのはグリップですグリップはやっぱりもう握った瞬間から結果がもうわかるっていうふうに思ってもいいぐらい一番大事なんですけど。はいはい えー、まあフックグリップ、ウィークグリップってあるようにフックグリップだとやっぱりボールが左に行きやすいウィークグリップだと少し右に行きやすいっていう感じなのでそれを自分で自分の球筋に応じてどのグリップが大事あの一番いいのかっていうのを把握してもらうことが一番大事かなと思います、はい、プロの場合はどういったところ、はい、私は少し、はいえー、持ち球は少し泥目なのでどちらかといえばちょっとフックグリップよりなんですけど基本的にまあ、っすぐな方がいいと思います。今日は、えー 左手と右手あると思うんですけど、うん、右手左手のこの両方、うん、ちょうどこのシワができるところですね、はい、このシワが両方右肩を刺すのが一番基本的なグリップになりますねはい、はい、それが、えー、右肩よりも少し右側だとフックグリップ、えー、左側左肩寄りだとウィークグリップって基本的には言われてるんですけど基本的には右肩を刺すのが一番正しいかなと思いますちょっと構えていただきますかはい 左手だけだと、はいえー、ちょっと分かりづらいですけど、右肩、はい、このシワが右肩向いてると思います。はい、ここですね。はい、で右手も一緒です。このシワが右肩向いてる。これが基本的なグリップになります。はい、なるほど。普通に物を持つとギュって握っちゃいそうですけど、はいはい、その辺もやっぱり何かありますか。ショットに関して言えば基本的にフィンガーで握ります。フィンガーで。はいはい、で特に、えー、まあショットだと。 基本的にこの5本指の中だとこの3本指が一番こう力感の中で一番強いですねあと<ー>の2本はもう大体こう添えるだけというかこの力を一番入れるのはこの3本指だけでえグリップします、うん、右手ももう基本的にこの2本指と同じ感覚ですね そうですね無駄な力っていうのが入りづらいと思いますやっぱり右手で利き手でやっぱりがっつりこう5本だけで握ってしまうとさっき言ったようにこのしわがちゃんと向けなかったりだとか無駄な力が入ってしまうので、えー、力みが入ったスイングにつながりやすいんですけど、うん、基本的にいいグリップができてる人は、えー、結果的にスイングも綺麗ですし、うん、え球もいい方向に飛んでくれるので、うん、それだけやっぱり一番、まあ、力感も形も大事になってくると思います、ねうんうん。なるほどどねちょっっと今そのフィンがあってあてりましたけど、うん その要はで手のこう形でいうとこの辺りにグリップ置いてもらって指先でこう、はい、これがちょっと手のひら寄りになると指先で握れないのでっ、はい、ってていいうのも大事にななくるかなと思います、ねはい、それを自分でこうあの指先で握れる位置っていうのを人それぞれやっぱり手の大きさもありますからそれを自分でこう確認してもらってやってもらうといいかなと思います。 ドレスの取り方もすごく重要だと思うんですけど、うん、その辺の辺ポイントをきょ日握っているの今持っているのは7番アイアンなんですけど、えー、7番アイアンは基本的にアイアンの中でだいたい中間ですね中間なんで基本的な、えー、ボールの位置になってくると思うんですけどセンターよりは少し左でもドライバーよりは少し右、うん、ちょっと微妙なところなんですけどだいたい私の基準としてはこの左かかとドライバーだと左かかと前。 で7番アイアンだとかかとよりもこのヘッド1個分右<ー>これが基準になってきます大体いいクラブを置くと分かりやすいですねこの位置に構えましょうって大体いい、はい、基本的に言ってます、はい、大丈夫ですこ、はい、ここが基本的になりますこれが、えー、番手が短くなればなるほど上位置だともう少し右に行きますし、えー、5番6番、えー、ユーティリティウッドってなればなるほどこう左かかと前にどんどん近づいてきます <laughs> で14本ある中での、えー、クラブのちょうど真ん中ってだいたい7番とか6番なのでこの基本ができていれば、えー、他のクラブもボールの位置っていうのはすごい分かりやすくなってくるので基本的に7番アイアンを毎回同じこのヘッド1個分で構えれるようにしましょうっていうのは言ってますね。 これすごく分かりやすくていいと思うんですけどプロもひょっとしてこれなんかこう迷ったりとかちょっと調子悪くなったり基本的に特に試合中なんかは緊張感がある中での調整になってくるのでやっぱりどうしてもミスした後にスイングのことを気にするというよりは基本的なところがやっぱりずれてくることが多いですそれは体調によってもそうですし精神的にもこうストレスプレッシャーがかかってくるときに意外と大事なことができてなかったりということがすごく多いので、うん、できるだけミスした後はボールの位置大丈夫だったかなと。 グリップ大丈夫だっったかなてていうううふにに振り返るようにはしてますでその中でもできるだけ7番アインの基本は、えー、ずっと忘れないように毎朝チェックし,してますしオフになってもずっとチェックしてることなのでそれはできるだけやってほしいです。そのヘッド1個分っていうのはやっぱり自分でいろいろやってる中で, <laughs> で、ね、あここななんだなっってていうのを見つけたっていうこと自分で見つけましたそれはなんでやっぱりその、まあ、身長もそうですし手の長さとかもいろいろ個人差あるので一概には言えないですけど基本的には私はヘッド1個分だと思ってます。 すすごくいいですね <laughs> 基準を決めていけば、えーまあ、ミスした時とかちょっとこう悩んでる時に直しやすい修正しやすいので戻れるっていす、ね、すぐ戻れますそれがまあ他のことでカバーしようと思うとすぐゴールに行けなかったりとかするのでそれは基本的にこう自分の中で軸を持っておけばすぐ直せるのでそれはすごいいいかなと思います。 じゃあよろしくお願いします。ますえっとじゃまずあのー、2017年シーズン、はい、去年のシーズン振り返っていただいてまあどんな一年シーズンだったか。まあえっと初期ランキングで言うとプロ入りしてから、えー、一番いい、うん、あの成績でしたしランキングも17位だったので。うん まあ年に上がってきてますし自分の中では毎年成長できてるなっていうふうに時間はあるんですけどやっぱりどうしてもプロ入りして目標の初優勝っていうものをまだ挙げられていませんし毎年後輩も増えてきますしそういう焦りっていうのは正直ありますけどでも今年の A オフは去年のシーズン17位っていうのを振り返りながら何が必要だったのかっていうものをこうスタッツを見ながらですけど課題をこう自分の中では一番。 今の状況っていうものをすごい理解できて、うん、それがオフの,この今の調整っていうものにつなげられているので、うん、もう本当に早く開幕を迎えたいなって気持ちです、ね、そういう気持ちですか、はい、あでで一番その、まあ、比較的良かったけども毎年毎年こうステップアップしてきて良かったけどもその足らなかったところ。うん なんかこう自分でででで発見できたわけすすよねねそうですねやっぱり、まあ、ショット力が一番今でも課題ですね。ショット力、はいえー、分かりやすく言うとやっぱパオン率っていうのがすごい低いというか賞金ランキング17位パターンのランキングもトップ10に入ってる一、えーまあ、つだけ言,えると言うとするとやっぱりパオン率のスタッツが50位ぎりぎりぐらいだったので<ー>やっぱりそこだけが少し劣っているというか<ー>で特にスタッツをすごい。 今年、去年ぐらいからスタッツというものができてきて、はい、細かく、えーまあ、試合の中の数値というのもできてきてこう自分でこう見ることができるんですけどそれを見ると、えー、パン,オン率の、まあ、賞金のランキングとパンオン率の,その上位の選手というのが比例してて同じ選手が、えー、名前があってとっていうのを、えー、去年のオフあたりですかねそれで気づくことができてショット力の向上だけをこう、まあ、課題として。 置いてあのオフ迎えてもう本当に恥ずかしい話なんですけど50位割ったのが去年が初めてだったんですねそれの前の年だったりとかすると60位とか、うん、63位とかパオニスが全くもう歯が立たない状況だったのでもうほとんどパッティングショートゲームで頑張ってたっていうシーズンだったんですけどやっぱりそういう風に組み立てていくとどうしても限界が来てしまうというか。 それをスタッツに目を向けることでカバーできてそれが50位以内シード選手ギリギリのラインですけどそのラインまで上がることができたっていうのは賞金ランキング今年一番良かったっていうポイントにもつながっていると思うのでそこだけはまた今年も2018年度シーズンに向けてまた今オフ取り組んでいるのでそれだけを多分ずっと今後の。 選手を続けていく限り、えー、ずっと大事にはなってくると思いますけど、うん、毎年上げていきたいなというのは目標の一つとしてあります、まあ、それにスイングを作るためのトレーニングをやったりいいうううん、う今はそういうそうですねプロ入りしてからは正直そのショートゲームが上手い人が上位に来るものだというふうに勘違いをしていたんですけど。 やっぱり毎年ずっと試合に出続けてて、えー、まあ調子がいいとやっぱり上位の選手と回るわけじゃないですかでするとやっぱり、まあ、上位の選手と今の,その自分の実力とっていうものを目の前でこう見せつけられるじゃないですけどそう,いうそうした時にすごい感じるものっていうのがショートゲームよりはショット力の方がすごい感じてしまったことがすごい数が多かったのでそれをやっぱり去年のオフから取り組むようにしてそれが結果にこうやってすぐ現れてくれたので。うん やってることは間違ってなかったなと思いましたしそれはすごい自分の中で自信につながったので、まあ、今後、もうやり続けていきたいなというふうに思ってまは、ね、今その、ね、手応えみたいなのもやっぱりその手応えというものが正直、今までなかったんですけど、はあうん、なんとなくこう調子がいい,い,い悪いだけで判断して,たしていたものが、えー、スタッツというものが出てきてくれて。 えー、他の選手との差っていうものをこう明確に数字,で数字で見ることができて練習内容も変わっていきましたしそれはすすごいい私は良かっったなって思います、ねえーまあ、今まではある程度こう1年間戦うために必要,だ必要な体力っていうものをオフに蓄えて開幕を迎えるっていう感じだったんですけどそれがこうどん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 細かく分析ができるようになってきてショットで必要な筋肉どこだろうだったりあとはまあ 動きでこういう動きをしたいからこういうトレーニングをするだとかそういう,こう明確な、えーまあ、内容になってきているのでそれはすごいこうレベルアップしてるっていうふうに、ん、実感は湧いてますし、うん、まあそれと同時にやっぱり自信も湧いてくるので、うん、やっぱりそういうさっき言ったような早く開幕を迎えたいっていうふうにつながっていくんじゃないかなと。